どうも、ベンリーです。今日は身近にあるあれを使って間食を簡単にやめる方法をご紹介します。メンソール入りリップクリームを使います。お腹が空きすぎてどうしてもお菓子の誘惑に勝てない時ってありますよね。そんな時はこのリップクリームを眉間と鼻の下に塗ってみてください。それでは実験してみましょう。眉間と鼻の下に塗ってメンソールのリップクリームを塗ります。息を2回塗ります。ああ、でも確かにちょっとスースーして、まあ、お腹空いてるのが気にならなくはなってきました。なんかちょっと頭がすっきりして、なんか今お腹も少し満たされた気分になってきました。実験大成功です。眉間と鼻の下には満腹中枢を刺激するツボがあるんですね。メンソール入りのリップクリームを塗ることによって満腹中枢が刺激されてお腹を満たしてくれるわけです。ただし皮膚が弱い方やアレルギーの方、かぶれたり痒くなったりした方はすぐに中止して医師に相談してください。では